はい、皆さんこんにちは、ちゅでございます。大航海時代88ね、やっていきたいと思います。さあどこ行きましょうって、まあまあ売りに行くんだよね。お金たんまりになるんで。ちなみにこれ今リスボンのレートがめちゃくちゃ下がっていくと聞いてるんですけどもね。陶磁器107、あ、十分だ、全然十分。あ、いいな。で、なってしたら、キャンセルなんのか。214、これでいっぱいだろいっぱいだろって誰に言ったんだいっぱいだよね。で、いや、もうね、どこに行きましょう。もうここ行きますよ。何の用でございますかと。乗組員援助って何だろう。まあ一見しましょうか。しばらくここで待たれよと。陛下がお会いになる。おお、これはちょっとね、我が国の政治のことをお話しすると、我が国のイスパニアに対して特に何もしような、何もしてないのかてか会話めっちゃ早いな。イスパニアは我が国に対しての、それだけ。じゃあ貯金しましょう。はい、預けましょうね。先端へ、もう6万入れますよ。じゃあ責任を持って預かりと。あ、じゃあ密会しましょうか。怪しいやつだと。ああ、王子様にお会いでき、お金持ってないからお会いできないのかな。さあ、どんどん売りましょう。はい、商品売りましょうね。もう持ってるもんみんな売っちゃいますよ。ああ、でも結構あれだね。やっぱ相場が値崩れしていくね。買おうか。砂糖買っちゃおう。砂糖ね、530すんごい量詰めるな。で、商品をまた売りましょう。相場じゃなくて商品売りましょうね。で、陶磁器420。ああ、もうこれでまたいっぱいか。これはあれだな。あ、そうだ、砂糖ね、断れるんだった。20。なと。では、いくらなら買っていただけるんですか ?15 は?そんな値段じゃ置いてきませんよと。そっか。自分で入力するんだね。なと。17? え ?17 ダメかい18? ああ、18か。はい、乗せる場所がなくなりましたと。さあ、じゃあ、売っちゃおう。陶磁器ね。まだ売り切れないのこれ。金がいっぱいなりやしたぜ。そうなのね。ちょっと待ってね。ボルドー。港の情報。工業価値上げたいな。物価 89%、 本当かい。砂糖20ってめちゃくちゃ安いわ。普通25だもんね。じゃあ工業価値上げていこうかな。はい。投資ね。投資。王様の許可なしに?王様の許可なしで投資できないのかい。そっか。感謝打たないのかな?何の声でございますかと。資金援助?はい、資金援助いいでしょう。資金援助頼むのか。乗組員援助。道路へ出すことと。いいでしょう。一件は?できんのかな?お会いになられるそうで。はい。はい、政策ね。イスラムに親書送ったのね。そうなのね。特に何もしておらんと。そうなのね。貯金しましょう、じゃあね。預けましょう。はい、6万。いや、ほんと、こんなに簡単にお金貯まるのに財布がちっちゃすぎね。密会しましょう。また会えないかな。アーチさんもお会いできて嬉しいございます。わかった。
その言葉何を慰めとなりますと。これ現金あげれないもんね。あなたの働きに期待していますよと。はい、ご期待に沿うよう努力いたしますと。愛を語りましょうか。あなたの心を嬉しく思いますと。もう花ってね、花ないでね、で花はなんか敵倒してたら手に入るんでしたっけ。あれは花じゃないのかな、アイテムかな。はい、神があなたをお守りくださいますようにと。はい、さあまだまだ売りましょうね。商品売りましょう。陶磁器がまだあるんですよね。はい、でまだまだ陶磁器を売りましょう。460。ああ相場崩れてきたな。はい、じゃあ買いましょうね。で砂糖ね買いましょう。19まで落ちた。あ、冷やかしやめてくださいよと。はい、16。16じゃ売ってくんないか。あーそっか、じゃあ17かな。20の時でも17だったんだけどね。あ、ごめんなさいね、オペレーションかめちゃくちゃ間違えてるの。17、売れないの。え、どういうこと。20の時よりも安っ。20の時に17で買えたと思うんですけど、18ケチだな。はい、まだまだ買いましょう。このこっちが余ってるはずなので。あ、上がったね。18で、あ、間違えたのか私これ。しまった。18、451と。で商品売りましょうか。陶磁器が269と。また金目いっぱいか。商品を買いましょう。で砂糖をの17。あーケチだな。ノーの18で269と。はい、乗せる場所がなくなりやした。商品売る。5万、売れないわ6に。あ、まあまあとりあえず売るか。売って44、あーここだね、57。はい、金が目いっぱいになりましたか。なんだ、もう3日も潰すのかここ。あ、選手場が船。あー、うんうん。あ、でも投資しちゃおう。うん、投資ね。あーそかそか、もうボケてるな。じゃあね、投資させてくれないんだから、また王様のとこ行って。はい、何のようでございますか。まあどっちにしろ一見するか。あれ、イベント来れないんだね。はい、エスパニアに対して何もしておらんと。あれ、私今クエスト受けてる？受けてないよね。まだ受けてない、受けてない、受けてない、受けてないので、じゃあ貯金だね。14万2000円預けますよ。6万。ちょっとほんと財布が、財布の紐が、紐というか財布が小さすぎる。うろつく怪しいやつだと。はい、はい、じゃあね、商品売っちゃおう。陶磁器ね、49。はい、羊毛105。はい、砂糖はいいです。でこっちの船ね、陶磁器が151。お、売れるね。これ売れないわ。あ、売れる、よかった。あ、よかった、よかったね。じゃ商品買いましょう。砂糖、うわ安くなったね。 NO 17でいいわ。もうケチくさいからね、ここの人も。まあ私の借位が上がれば、いいみたいなんですけどもね。
じゃあここで補給していきましょう。さあちょっとねアフリカに回るんでね、結構ちょっと持っておきたいですね。24ダル南没も60、いつも60で行くんですけど80にしましょうか。56ダル、うん。で次食料ね、今23ダル、80から23で57ダル、57ダル、はい、はい、はい、で、次は、商品変えましょう。さあ、砂糖ね、なあ、で17ね、381と、これいっぱいいるかな。消費金が3万枚もあるの？ 3 万枚も持ってたらダメだな。また王様とこ行くか。3万枚もあるんでしょ。2万枚ぐらい預けるか。また1日使うのかこれで。ちなみに貯金だけで終わらせたら日にちが経たないことないのかな。預けましょう。1000単位2万70002万預けよ。お金が邪魔だわ。これ1日経つんでしょ。経っちゃうな。あ、経たなかった。お、一見しなければ経たないんだ。これから一見するのやめよう。なるべくやめよう。横連棒もやめよう。さあ行きます。やった、30日間。さあアフリカ回りましょう。希望法の方からね。ちょっと探索も兼ねて、いやー地中海行ってもいいんだけどね。あー地中海で投資か。あー地中海の方に投資に回ってもいいのか。まあロンドンでもいいんだけどね。ロンドンも中立だから。どうしよう。でもせっかくちょっとね知らないとこ行きたいなね。知らないとこ行きたいね。よいしょ。なかなかクエストが受けれないですね。うん、困ったもんだね。セビリアは寄らなくてもいいかな。うん、よいしょ。東に向かっちゃおう。あら、私はもうね、ナイジェリア、アルジェリア、アルジェじゃないね、ナイジェリアかな。来た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 。これでいいんだね。よし。お、音楽変わる。変わった変わった。さあ希望法目指して。あ、なんか勝手に左に動いたのは何なんだろう。あ、でもこれあのラテン系の音楽って私が言ってたことはあんまり、おお、なんか、おお、っていうとこ大変だ。鍵が聞きやせんぜと。おお、これがあれか、噂の4号の姿が見えやすい。ここの姿が見えやすい。え、どういうこと。ちょっと待って、5号がなくなったらあれがないんだけど。うわ、リターンキー効かないよ一切。ひでえ損害ですぜ。え、ちょっと待って、うわ、一気になくなった。
そうか、これ食料は1号店に残してる、1号店って言っちゃった、1号館に残してる方がいいのか。あ、これはまずい。もうリセット元件かなと思いましたけど、これはリセットしちゃいけないね。まあ金があるから言えるあれだね。うわあ、3、2席なくなったのか。ボルドに帰ろう。何これ、どういうことなのかな、どうしたらいいのかな。いや今金たんまりあるからよかったね。ということは2人いなくなったんだね。うわー、コンディションがガンガン下がっていくんで、ちょっと寄りましょう。砂糖売れるか、ちょっと私の船軽くしよっか。はいはい、闘病ね、拮抗しましょう。セビリアね、わー、2人お亡くなりになっちゃったかな。そんなことあるんだ。いや今回はもうね、さすがにリセットしません。もう今回はゲームオーバーじゃないですね。これはこういうこともあるんだと受け入れましょう。いえー、うさんくさいで、いやそんなことよりも我々の被害を、艦隊の情報、おー、3番艦までしかない。何これ、どうすりゃいいの。どうすりゃいいんだろう。陸地舐めろってことなのかな。私陸地舐めてなかったっけ、舐めてなかったかな。でもとりあえず、あ、積み荷も全部吹っ飛んだんだ。あ、もうとりあえず商品を見ましょう。現金が欲しい。はい、砂糖、相場29。あ、ダメだ、こんなんじゃ売れない。とりあえず修理するか。いや待てよ、売らないと荷物がいっぱいだから仕方がない、売りましょう。おー、砂糖ね、200だけ売ろうか。で、さすがに1号艇がね、潰れたらゲームオーバーになると思うんで、そうか、食料は1号館に積んでる方がいいんだね。また手って言っちゃったけど。さあ、すさまじかったね。200たら積めると言われてるんで、50たら積みましょう。食料。よし。で、補修資材か。今補修資材積んでる船吹っ飛んだんだよね。あ、まあ補修資材まだいいか。とりあえずリスボンまで帰らないと現金がないのか。これは？お、何の具でございますかと。越見できますか？陛下がお会いになられるそうで、お、セビリアね、これはちょっとよく参られて、我が国の政策とお話しすると、我が国のプロダクターたち何も、特に何もしておらんと。あー、なるほど。これで1日経つのかな？あ、経たなかった。あー、でも投資できないんだよね。うん、王様の客なしには、と。じゃあどうすればいいんだろうと。もう強引にあれかな？強引に海賊になって、ビビらせればいいのかな。あ、ここ女性いたんだ、酒場女さんいたんだね。あ、何もなかったね。仲間誰かいますか。あ、バルボアさん、仲間になれなかった、人は見てもないなと。そうか、仲間と別れるってした場合は、いや、あ、今一人余ってんだ。ということで4番館作ったら人乗せれるんだ。後悔しようねと思ったら今いい時間になっちゃった。じゃあね、酒だけ飲もうか。じゃあね、この辺で終わっておきましょう。サーチャーチの第三国志って言いかけちゃった。リスボン、いや、砂糖買うときは分かってますよと。
とりあえずね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございます。ああ、ちょっと大航海時代で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。